続きまして4日目です。選手だっただけに、不愧原来当过运動员。若い時水泳の選手だっただけに、泳ぎが上手いばかりでなく、スピードもある。不愧年轻的时候、是游泳的运动员。不仅泳资很棒、游得很好、速度也很快。我们首先来看第1個剧行。一流ホテルだけあって、だけあっての使い方です。 这里主要討論だけあっての用法。だけあって、あるいはだけに、だけのことがあるといった文型は主に物事の状態がそれにふさわしいという気持ちを表します。剧型だけあって、だけに、だけのことはある表示事物の状態与它的表現相符合往往翻譯为不愧、难怪。那么它的接触方法呢主要是接触在一个简体句的后面。 名詞的情况下、可以直接加だけ。形容動詞、可以用形容動詞的連体型、也就是形容動詞詞幹加上な、这样的形式来接续。では、例文を見ましょう。ここは一流ホテルだけあって快適だった。这里不愧是一流的宾馆。很舒服。一流ホテルだけあってというのは、一流ホテルらしく、さすが一流ホテルだ。不愧是一流的宾馆。 このバッグは安いだけにすぐに壊れてしまった。安いだけに安いものらしく。这个地方のだけに表示一种原因。正因为这个包便宜、马上就坏了。この椅子は丈夫だ。高かっただけのことはある。这个椅子很揭实。的确是物有所值。那么贵呢、是值得だ。高かっただけのことはあるというのは高かったが なるほど。その価値があると納得できる。そういう気持ちを表します。ではもうちょっと例文を見ましょう。我再来看一些この小説は事実に基づいて書かれただけあって迫力がある。这部小说呢、ね、不愧是以事实为蘭本而写的。很有感染力。彼は以前オーストラリアに住んでいただけあって、さすがにこの国のことをよく知っている。 他不愧な是以前曾经在澳大利亚生活过的。对这个国家呢非常了解。レストランで働いていただけあって、山田さんの料理の腕はかなりのものだ。例えば、彼女はテニスがうまく何度も優勝している。さすが10年もやっていただけのことはある。他往球打得非常好。得了很多个冠军。 不愧呢是有十年的功彼は子供の時中国で育っただけに中国語の発音がうまい。難怪呢他中文的範音那么好。他从小呢是在中国、长大的優するなんて予想もしていなかっただけに、一層嬉しかった。正因为、根本就没有想到能够莫胜、所以呢更加高兴。では、その次の文法です。我们来看下一个。 成績がいいばかりか、スポーツも。〜何々ばかりか、〜何々もという文献です。这里、我们討論、ばかりかも、もとい句型。类似的表達方法は、ばかりでなくも、も。だけでなくも、も。我们发现、这个句型の接续方式、跟上面の句型完全一样。可以接续在、简体句、名詞、以及形容動詞的連体形的方面。 あの人は学校の成績がいいばかりか、スポーツもできる。他在学校、不仅成績好、而且体育也挺好的。成績がいいだけでなく、その上、という意味です。その次、このあたりは空気ばかりでなく、水も汚染されている。それ以不仅空気、连水也被污染了。空気だけでなく、水も、という意味です。また、風ばかりか、 雨も降ってきた。不仅挂风、还下地雨来了。あの人は勉強しないばかりか、雑誌すら読もうとしない。他不但不学习、就连雑誌都不想看。では、その次です。あの飛行機に乗ったばかりに。これはですね、ばかりにという文型です。つい主要討論ばかりにと用法。ばかりにはですね、副助詞。 ばかりの後に角助詞にをつけて構成された連語です。ばかりに这个结构由副助詞ばかり加上格助詞に构成。可以接触在简体句、名詞加上である、形容動詞加上な等结构的後面、表示仅仅因为这样的原因、正因为这样的原因而导致了一种不良的后果。では、例を見ましょう。お前来看例子。あの飛行機に乗ったばかりに彼は死んだ。 就因为乘坐了那班飞机、他死了。乗ったばかりにというのは乗ったために。これもですね、悪いことが起きた理由の強調です。强调一个事情恶化或者发生了一个不良的后果。英語の先生が嫌いなばかりに、英語も嫌いになってしまった。就因为不喜欢英语老师、所以进而也讨厌起英语来了。ちょっと油断をしたばかりに、 とんでもないことになってしまった。仅仅因为稍微舒服了一下、就造成了一个非常严重的意想不到的结果。甘いものを食べ過ぎたばかりに虫歯になった。就因为甜食吃多了、出现了蛀牙。コンピューターの知識がないばかりにみんなに笑われた。就因为没有電脑的知識、于是呢、就被大家笑话了。外国人であるばかりに差別されるなどとは信じられない。 では、ばかりにの使い方はここまでにしましょう。その次は、日本のみならず、外国でもという文型ですね。のみならずというのは、だけでなく、ばかりでなく、ばかりかとほぼ同じです。のみならずという相当于だけでなく、ばかりでなく、ばかりか。 硬い表現になります。它是一个比较正式的、比较生硬的表达方法。早速例文を見ましょう。その映画は日本のみならず、外国でもよく知られている。那部电影、不仅在日本、在国外、也很有名。日本のみならずというのは日本だけでなく、さらに外国でも有名だ。この料理は、味が良いのみならず、見た目も美しい。这个菜呢、不仅味道好、外观也很漂亮。 味が良い。こ是一个前提的句子。同样、我们可以在后面接のみならず。子供のみか、大人もこのゲームにハマっている。不管孩子、年大人都迷惑了这个游戏。子供のみかというのは、子供ばかりかという意味です。では、最後になりますが、練習しましょう。ちょっと練習しようね。 練習1、その1。この家具はデザインがいいばかりか丈夫だ。正しい答えは B です。デザインがいい、設計得很好、很漂亮。不仅如此、还很结实。2、あの先生は教え方がうまいのみならず、親切だ。正解はまだ B ですね。正解答案仍然是 B。那个老师、不但教学的方法很好、而且呢、为人很热情。 大 K 啊，的在这里表示不愧如何如何，在这里的上下文的逻辑上呢是行不通的。同样道理，第一个句子中的大 K 呢可以表示一种原因，但是呢不能表示一种累加的关系，因此呢也是予以排除的。三、仕事ができるばかりに人の何倍も仕事を頼まれて困る。正しい答えは B です。正确答案是 B。ばかりに正因为如何如何，就导致了一种非常不好的结果。 就因为工作能力强，于是呢被托付了是别人好几倍的工作，非常头疼。A ばかりか只能表示不仅，因此呢予以排除。四、カは強いばかりでなく、心も優しい。A ばかりでなく表示不仅，B だけあって表示不愧。強いばかりでなく、心も優しい。 这是非常好的一个呼应，不仅而且，他不但实力很强，或者说很坚强，而且他的心地很善良。これは美味しい。並んで買っただけのことはある。正しい答えは A です。正确答案是 A。これは美味しい，太好吃了。だけのことはある，不愧，值得。我排队去买呢，是值得的，不枉我排队去买这个东西，它太好吃了。 选项 B，だけらに只能表示一种原因，而且在这里接续方法也是不正确的。それから練習二です。6番、たまたまそこを通りかかったばかりに事故に遭ってしまった。偶然从那里经过，但是呢，却碰上了事故。ばかりに正因为怎么怎么样，就招致了一种不良的后果。7。彼は。 文章表現が上手だ。他的文章の表达方式呢、文笔呢很好。新聞記者だけのことはある。不愧是个記者。だけのことはある。不愧如何如何。では、今日の内容はこれで終わります。またお会いしましょう。